小小宮宮山山君民主党新力部会の小宮山芳春でございます4月10日の環境委員会において、浄化層の維持管理の在り方について、特に保守点検回数について質問をさせていただきました明快な答弁がないまま、時間切れで終わってしまいましたので本日はその続きをぜひやらせていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。浄化層の保守点検回数は 浄化法施行規則の第6条により、4か月に1回以上、すなわち年3回以上、保守点検をしなければならないと定められています。私がずっと問題としているのは、その以上という言葉が入っていることであります。この以上という言葉が入ることによって、本来年3回で十分な保守点検を、年6回とか年12回を行っている業者がいることによって、そのことによって、 設置者いわゆるユーザーや生活者に余分な財政負担をかけているのではないか、そういう状態をぜひ改めるべきではないかと、前回もお話をさせていただきました。そうしたところ、前回の環境委員会では環境省からは、この私の意見に対して、平成18年の環境省の中央環境審議会、廃棄物リサイクル部会、浄化層専門委員会の中間報告を引用され、 保守点検回数の規定については、さまざまな規定を設けるものではなく、標準的な回数を規定するとともに、さまざまな場合を網羅的に規定するのは極めて困難であることから、以上という語を用いてカバーすると答弁されています。従って私は、そのさまざまな場合というのはどういう場合であるかということを質問いたしました。さまざまと言いながら、唯一かろうじてさまざまな理由として、一回以上としてお答えがあったのは、一時流式流入数が多い場合と、 いうう答えででしたそうですよねすなわち、1回以上保守点検が必要であるというのは、著しく流入数が多い場合と、前回の委員会で答弁が確認されています。さらに、著しくこの流入数が多い場合とは、どういう場合かと具体的にお尋ねしましたら、来客が多い場合であると、環境省からの答弁で確認できています。それでは、実は前回もお伺いをいたしました。 この一流式流入数が多い場合は一つのこのエリアにおいてどれぐらいあるか何割ぐらいありますかと聞いたら前回はこう答えました恐縮ですけれども把握してございませんと答えになっています私が質問してからあれから2ヶ月以上が経っていますがその後調査されましたか梶原部長 今、ご質問のありました、その有流尿の多い場合、これは一つの例示として申し上げたつもりでございますけれども、その有流尿の変化につきましては、現在のところそのあの、把握をしていないという状況については変わってございません<上>宮根善治君、あのまあ、今、そういう調査をしてないという答弁でした。昨日も環境省のの担当者の方が 質問を取りに来たので、同じことを聞きました。調べましたかと言ったら調べてないということでしたので、早速私その何か他にないかとネットで調べました。それが皆さんにお手元にお配りした資料であります。昭和58年に浄化槽法施行規則が推定されております。確かにその直近の昭和55年の国勢調査の資料によれば、当時は4人世帯以上が多くあり、 全世帯の半分ほどでしたが、時代の流れとともに今では逆に4人世帯以下が9割を占めています。もう1人世帯、2人世帯が、これを、この資料を見れば分かるとおり、約6割、それぞれの世帯に住んでいる人の数が極端に少なくなっています。浄化層は環境省もご存知のように、5人層や7人層が主流であります。そのことは多分ご存知だと思いますけれども。 このデータから見ても、流入数が著しく多いということは、このデータから見ても、ほんの数パーセントしかないということが分かると思います。この6人、7人住んでいるところがすべて流入数が多いというわけではありません。それでも賄えるんですけども、このデータで見ても、たった数パーセントしかないということが分かると思います。そのために、すべての皆さんが、このたった数パーセントのために、一流ストネエリアに住んでいる人は、 余分な料金を支払わされている支払わされているんです。このことについてユーザーに過度の負担をかけていると思いますけれども、この実態環境省もおかしいと思いませんか。私は誰かに聞いてもこれはおかしいと思うんですけどどう思いますか。梶原部長、あの浄化槽安定的にあの利用するためにはあの。 1一つの例示として、先ほど著しくあの流入が多くなる場合というのは、当然これはあの検討、水質を不安定にする要因の1つだと思います。また、流入水が減るということも、また同じような問題を起こすものと考えております。いずれにいたしましても、浄化槽そのものにつきましては、例えばこれまでの 設置されてきた時期方式あるいは設置場所の強風度あるいは維持管理にわたるその体制の作られ方歴史ですねそういったようなものがあって現在さまざまな形で全国統一的にですね必ずしも維持管理が進められているということではないということの実態だと思っております。であのそういう意味ではですね えー、それぞれの実態に合わせて適切に残られているというふうに考えておりますけれども、ユーザーの負担という点におきましては、例えばあの個々人の方々が設置していただくケースが非常に多いわけでございますから、例えば保守点検、清掃、あるいは法定検査といったような形,の形で,です、ね、維持管理の負担をしていただいているところでございます。そういった全体を見て ユーザーの負担、費用負担があとは適正かどうかといったようなものを、えー、考えていく必要があるものと考えてございます。あのー、これまでその保守点検の話でありますとか、法定点検の話でありますとかにつきましては、前回のお委員のご指摘も踏まえて、えー、調査を開始させていただいているところでございます宮部善治君、今あの、梶原部長がおっしゃった、一流式流入数の少ない場合もあると。 当然だから少ないんであれば、通常の使用状態をそれは以上と言わなくて、以下なんですよね。だから、その以上を行っている理由でもなんでもないですよ、それは。それはもう、そのことによって、いろんなさまざまな状態があるという状態では全くありません。だから、私は何度も申し上げてます。通常の使用状態であれば、保守点検回数は1回として、著しく流入数の多いお宅や、その浄化層に限っては、その限りでないと。 改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか梶原部長あの先ほど言いましたように、あのあのちょっとあの最初のところをあの説明しますけれどもあの、水処理の場合は、安定的に有料が確保されて、その処理されるということがです、ね、安定的な処理をする、特にあの生物的な処理、微生物を使った処理でございますので、安定的に有料が出てくるというのが非常に重要でございます。でそうした場合に 実際に作ったああ浄化層の規模と実際に利用する人たちの関係がです、ね、安定していることが非常に重要でございましてそういう意味におきましては有料が減るということ自体も実は安定的な利用ができないということになります。いいいいずれににたたしましまててももそういったその,のについてはあ 多くのところでそれぞれの考え方でやっておられることのある程度仕方がないのことかなと思っておりますけれどもただただそれによってですねあの不公平感が生じるということは非常に良くないことであるというふうにも思っておりますそれで、えー、私どもはあのこの意地をつけたままの基準にした時にもですねこういったようなご議論をかつてさせていただいてその結果として もしも以上というものを適用してですね、えー、違う階層ある場合については、不信感というものが生まれないようにきちんと説明をしてくださいといったような指導もさせていただいているところでございます。それことによって、えー、あの負担感あるいは不公平感がないような形でできるだけ運用させていただければと思っております。小宮山義昭君、まあ元々らしい理由に聞こえますけれども。 要するにそ、それぞれの地域に任せきっていると、環境省としてはこの問題には関わりたくないと、まあ、そういうことなのかもしれませんが、さらに畳みかけるように言いますと、確かにですね、昭和58年当時は、年12回の点検を行っている業者の理由としては、梶原部長もご存知のように、当時の消毒剤が次亜塩素酸であったため、次亜塩素酸って水分を含むと膨張しますよね。だからその消毒剤が あるところから中の浄化槽に入りにくいしたがって毎月それを確認に行く点検が必要であるとまあ、そういう理由でもって12回やっておられたところもあるということも私は承知していますそこでお聞きしますが今どういう消毒剤使っているか知ってますか梶原部長 すみませんあの、えー、現場を見ては見させていただいているんですけれども消毒剤の名前そのものはあのすみません存じ上げておりません。御見山義昭君、今はどういう消毒剤を使っているかというとイソシアヌル酸という消毒剤を使っています。これがこれがほとんどの消毒剤になっているんですけれどもこの消毒剤を使うことによってその膨張コストなどということはなくなってしまったのでもう年に三回の 保守点検でで十分管理されるるようになっているわけでありますそのことによって、年12回の保守点検が必要になるということは今では全くありません。そういうことも十分私は確認した上でしゃべっているんです。浄化槽の設備そのものも、技術が改良されていることもご存知だと思います。ですから、その昭和58年当時、この浄化槽法規則ができたとき、 12以上という言葉をつけていることに、私はも問題があると言っているわけではなくて、今、時代の流れとともにいろんなことが変わってきた、だから、少ない財政の中でやる中で、それぞれ余分な負担をかける必要はないんではないかと、だから時代の流れとともに、そこを改正すべきではないかということを申し上げているんです。もう年に3回の保守点検で十分だということも、環境省もご存知ですよね。梶原部長 あの私どのもも浄化層の技術がですねえーえー進展していることは十分に理解をしているつもりでございますしえそれがゆに浄化層の技術は日本だけではなくて東南アジアをはじめとしたアジアにも輸出できるものだというふうに考えております。ただもう片方で,ですねあの浄化層は 家を建てたりするときに、えーまあ、作るというのが一般的あるいは改築したときに作るのが一般的であるものでありますからあ古いものもあるというものも事実だと思います、えー、そういう意味におきましてはその私ども,もあの業界あるいはその維持管理が非常に進展しているという技術も認めながらあそういったような個々の実態をまずきちんとお都道府県あるいは あその関係者の業界の方々が共有しながら進めていくというものが重要だと考えて、そういったような情報の共有化といったようなことを進めながら、あ維持管理の適正化を図ってまいりたいというふうに考えております小宮部善治君、もちろんあの、一律年、ね、3回にしろということを言ってるわけではありません。古いいいいもももののとか特別ななは除いてていただいて結構なんですけどもスムーズにに普通に <laughs> 行われている保守点検ができる浄化層に関しては、年に3回というふうに規定すればいいんじゃないですかということを、私は申し上げているだけで、私の,あのふるさと、牛県でも、かつてはその1回以上というその言葉を用いて、年3回以上、年4回以上やっておられた地域もありました、しかし、これではいけないということで、業界が主体となって、今では一律、牛県では年3回、それ以上一切やっていません。 やろうと思えばできるんですよ、そういうことが。それをなぜ環境省は主導していらないのかということは、私はよくわからないんですが、何度も私はこの環境委員会で質問をしてきました。しかしながら、環境省は一回として、省内で検討するということを一回も言いません。確かに、中間審の中間報告を引用してね、そ,のそれで見直す、直ちに見直す必要はないと、それが答えですと、それは分かります。 でででももそれすすら10年も経ってるんですよ今言うように、消毒剤も変わった、装置も変わった、まだまだこれから新しく設置されていくところに対して、そろそろ以上という言葉を取って、一律に同じシステムで運用することが望ましいと思いますけど、どうですか梶原部長あの、実態を踏まえて、実態を踏まえて、その 指導するということは必要なことだと思っておりますし、えー、実態を踏まえて柔軟に、えー、対応していくということも必要だと思っておりますただあの私どもあの先ほど,申しました先ほどらから申し上げておりますとおりに浄化槽それ自体もいろんな多様性があると思っておりますまた浄化槽を使った住まい方も多様性があると思っておりますまたあの生物を使うという意味におきまして 地域性もあると思っておりしたがいまして、あの直ちにです、ね、その以上というものを取って、それを統一的にやるという方向ではなく、まずあの実態を踏まえて考えてまいりたいというふうに考えております宮山喜原君、あの今、梶原部長からそういうお話がありましたけれども、私も,も本当にここで何度もやってますし、平場でも。 いろんなところで現場の状況をきちっと把握しながらいかげなことを言ってるわけではありません大臣ももう何度もこの話を聞いていただいていると思います私の話が間違ってるんなら間違ってると言っていただければいいしこの市長おかしいとこんなの環境省で検討するに値しないということならそのようにお答えいただいて結構ですけどどうですか石原大臣私はあの小宮山委員と 梶原入部長の議論をずっと聞かせていただいてですねどうも部長ははっきりものが言えねえなってなんでだろうとあの率直に前回も思いましたで私なりにもいいろろ調べてみましたそうしますとやっぱりまあ部長の方ははっきり言いませんけどもいろんな歴史があってその業界団体も最初は一つだったですけどだん,だん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 分裂してて地域差も出てくる考え方も出てくる。 で議連もどのぐらいあるのかなと思ったら、我が党だけでも3つあるんですね。本当にもある。まあ、それだけ考え方の違う方々が集まってこの行政とですね話をつけて、まあ、こういう形になってんのかなと。まあ、ですからスパッと小宮山委員の言う通りだと部長が言えないのかなっていうふうに私は思いました。まあ、そうは言いましてもですね、やはり委員のおっしゃることはあの国民の多くの方が聞いてれば。 なるほどなと思う部分も多々あると思いますんであの関係者の方広いですけども業界の方々も含めまして広くねご議論をいただく場を設けるということはそろそろ必要なんではないかこんな認識を持たせていただいたわけでございますが、まあ、議論を今からするのかみたいなご批判があるかもしれませんけどやっぱり長い歴史と関係者がたくさんいらっしゃいますんで議論の場の設置に向けてですね えー、多くのいろんな方がいらっしゃいますので関係者のご理解とご協力が得られるように環境省として働きかけてまいりたいと考えております小宮山義生君ありがとうございます初めて積極的な前向きなご答弁をいただきました何度もやらさせていただいた会があったとそう思っております引き続き大臣このまま環境大臣務めていただいて <laughs> いずれにしても今の大臣の答弁によって 近いうちに協議会を立ち上げると、新しい浄化層の在り方についての協議会を立ち上げると、政治的な方針が打ち出されたわけでありますから、環境省としては、規範意識に基づいて、きちっと対応していただきたいと、そのことを切にお願いして、もう一度申し上げます。通常の使用状態であれば、保守点検回数は1回とし、通常の使用状態でない場合は、その限りでないと。 改めるべきだと私はそう思います以上で質問終わります